2014シリーズ悲願の初タイトルを獲得したグッドイヤーが今シーズンの D1 にニュータイヤを投入することが決定。果たしてその実力は。この男が初テスト。2015年、グッドイヤーレーシングはこのイーグル RS スポーツ S スペックを使って戦います。この S スペック全モデルの通常の RS スポーツと、どこが良くなってどこが変わったのかを、説明したいと思います。では史上初の筑波逆走でチェック。これ車がいいよ。タイヤインプレだっちゅうのにタイヤのことは何も話さないトキちゃん。煙もくもくの走りを見ればなんとなく良さそうなのは分かるけど、実際どうだったのよ。今日つくばでね、自分初めて走ってみたんですけど、まあ旧モデルから比べると縦横の粘りがかなり強いですね。縦横のグリップがかなり良くなっているので、スピードと角度とのバランスが、取れるドリフトができると思います。で最近のこう大パワー車のドリフトマシンにも、安心して使えるタイヤだと思います。ハンドリングでいくと、まあ、前回の RS スポーツだとちょっとサイドが硬いかなっていう硬さを感じてたんですが、今回はこの張り付き感というか粘り感という感じがするので、ハンドリングがすごくしなやかですね。シビアじゃないと思います。このタイヤでグッドイヤー2連覇を俺が取ります。よろしくお願いします。せっかくだから現場に合わせたグリップのプロの意見も聞いてみよう。自分じゃない部分が見えてくるからそれはいいと思います。高いんで、ただちょっとドリ車なんでドライバー自体がちょっと乗り慣れないけど、でもブレーキは良かった、すごい良かった。制動力がすごい強いんで、その特徴を生かせればすごいいいし、あとその荷重移動に対してケースの動きがはっきり出てる。だそうです。いいってことですね。新たな武器を手にしたチームグッドイヤー、開幕戦から大暴れの予感大。昨年の最終戦でも土日でコースレイアウトが変更されたお台場。今年の開幕戦も土日どちらも初レイアウトのコースで行われる。ではその見どころを土日ともに解説を務める谷口に聞いてみよう。
土曜日のレイアウトは1コーナーの立ち上がりで振り返し、短い直線を挟んでヘアピン的にフィニッシュラインを通過する。日曜日は1コーナーを立ち上がった後ヘアピンを通過し、平常沿線回をしてフィニッシュへ向かうレイアウトとなる。土曜日のコースレイアウトですが、まあ、ストレートからこの進入のこの1コーナーは、まあ、従来通り、ここで、まあ、いつもと違って振り返しが入るのでね、ここもまあそんなに大きな、なんかびっくりするポイントはないですね。そしてこう曲がって、問題はですね、このヘアピンからここに戻っていくこの微妙な長いちょっと中間な直線があります。ここら辺がどういうふうに持っていけるのか、やはり車の差やトラクションとかも差が出てきてるでしょうし、パワーの差も出ます。後半をどうまとめるのか、そこら辺が土曜日の見どころかもしれません。まあ、ドスがね、ここら辺がどう判断するのか。ただ、やはり一番の見せどころはこのいつも変わりませんが、この進入、1コーナーへの進入がね、勇気を持ってビタッとこう引っついてくるのが、やはりお客さんはみんな見たいと思うと思うので、やはり D1 のメインディッシュはストレートから進入の飛び込みでの食い込み、車間距離、選手が一番怖いところはここですから、こっちの方は何にも怖くないですからね。トラクションをうまくかけつつ、ギャップを跳ねながらと振って、すごい角度で入っていって壁際まで吹っ飛んでいくと。先行も怖いし、後行、後追いも前の車を信用してパーンと入っていかなきゃいけない。土曜日、日曜日とコースレイアウトが違いますが、やはり一番の見どころはこの進入のポイントですね。まあ、これで今回大きな変わったポイントといえば、やはりここでぐるーんと回る平常円の部分、まあ、みんながギアを何速で走るのか、まあ、おそらく2速だと思うんですが、まあ、車によって、まあ、よってはパワーバンドがちょっと低めで厳しいとかいう車もあるかもしれませんね。この単純な平常円ですが、マシンのトラクション性能の差がですね、こうはっきり出るかもしれませんね。今までこういうぐるーんと回るのは競技では入ったことがないので、ちょっとどうなるのか楽しみですね。向いてる車、不向きな車ってところが、まあ僕が思うところでいくと、ダブルウィッシュボーンの、足回りの車の方がお台場は結構こうギャップがあるので、ダブルウィッシュボーンの車の方が穏やかに行くので意外とスムーズに行くんですね。まあ、でもその車動向っていうのはですね、みんなすごい慣れてるみたいなとかしてくるんですが、やはりかなりこう勢いのあるドライバーがね、守る系のドライバーじゃなくて勢いのある系のドライバーがズバッと決めた時のかっこよさはピカイチですよね。まあ、過去のですね、 D1 の、成績を見ていくとですね、まあ、川端がね強いんですよ。前回のお台場、まあ、去年の最終戦ですね、でもその GTR で川端が優勝したりしましたが、彼はですね、そういう駐車場をものすごく得意としてます。そこの牙城をね、誰が崩せるのか、そこら辺も見どころだと思います。